蒸気を買いたい客と炊飯器を買わせたい店員、地球を滅亡させたい宇宙人と守りたい地球人、飛び降りたい自殺願望者とそれを止めたい OL、 劇団を辞めたい女優と辞めさせたくない主催、立てこもり犯と若手ネゴシエーター、別れたい彼氏と別れたくない彼女、怪人を殺したいパープルと静止するレッド、匿名劇団が7つの現場から送る交渉の行く末、 SP 水曜劇場に登場、ご期待ください。